いきなり10件とか決まるのもね、羨ましいんですよ。僕は本当にいけんの？そんなの。1件しかやってない赤字はいけんの？っていじってたら、200件だった。夏までには全国一にはなってますね。うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。なんでフランチャイズ版タイガーファンディングに出てくれたんですか？ということで、今日も先祖の力の稲垣さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。お願いします。まあまあ、店舗数もあってさ、大きい会社の社長さんがさ、わざわざ志願者席みたいに座ってこうプレゼンするって恐縮しちゃうじゃないですか。そうね、本来ならね、二十何店舗もやってるわけだから ね、しかもそれで誰かの紹介ベースとかだったでしょ、どうせ。いえいえ、もう普通に問い合わせさせてもらって、そうなんですか。普通にフォームからお越しいただいた。そうなのよ。それはまたなんで問い合わせをされたんですか。一気に増やしたいと思ったんですか。一 FG チャンネル視聴者で見させてもらってたんですけど、出られてる方がものすごい成長されてるのが異常だなと思いまして、すごく興味を持ちまして。それ伝わってました、ちゃんと。めちゃくちゃ伝わってました、ね、本当ですか、はい、いやそれ伝わってすごく嬉しいんですけ ど普通じゃないスピードで伸びてる企業はたくさんあるじゃないですか。だから僕は結構これすごいなって思ってるんですけど、視聴者の皆さんにどれだけ伝わってるかわからないからね。去年だけでもスカイセブンモバイルから始まって、うん、お家でお肉があってハートネイルがあって3つとかあるわけじゃないですか、うん、一気に100以上200近くできるみたいな、うん、そうなっちゃうとこんな普通なんだろうって、そんなこと普通ないからね。 それはないし、ホワイトニングカフェとかさ、そこら辺がすごすぎてさ埋もれてるけどさ、年間10件20件とか増えてるわけでしょ。 3S だって、 3S も15件くらいだって、ね、地味にイエローキャブだって10件を超えちゃう。10件になるわけでしょ、うん、なかなか10件できないって話よ。武田塾だってね、最初5件だから。そうよ、うん、しかも正直に言ってですね、武田塾の初めの募集なんですけど、ゼロ次募集、実験の頃ですね、その時には3オーナー5件の実験から始まったんですよ、うん、なんですけどこれもちょっと微妙でして、そのうち1件は僕がやってたところ乗れんわけ。これ純粋じゃないじゃん、うん、さらにもう3件は塾の中の曲がり方、しかもそんでもう1個はもともと塾だったとこを改装してみたいな感じで1件だから、純粋にできたのは1件なのよ。人生1件だよ。そう、武田塾だって初めね、加盟してくれる人なんか3日ないから、うん、3オーナー5件って言ってるけど、実質1件とも言えるわけだよね。 その1件がむちゃくちゃ成功したんで、うん、のれんわけもおばけたから今だったから、いきなり10件とか決まるのもね、羨ましいんですよ。本当に最初は3件でも2件でもそれがうまくいくってことが大事なんだよね、うんうんうん、っていう中で100件200件とか何十件とかバンバン出てるからみんなちょっとバグっちゃってて。そうなんだよね。だから5件しか決まらないってなんか置いてかれたみたいなね、うん、それはね本当にすごいことだって僕は自分で思ってたんです。それが伝わって嬉しいです。めちゃくちゃ伝わってます。20件ね、使って来られた方だから。20件するの大変ですよね。大変でした。ですよね。だけどさ、ゴロゴロいるわけよ。なんか20件ぐらい行く人が一瞬で。はい、それが伝わって本当嬉しいですけど、さっきもお寿司食べながら言ってたんですけど、うまくいくところの共通点ってあるんですかって聞かれまして、うん、おうちお肉のハムさんは、1件しかやってなくて、その店舗が赤字で、俺はこれでノウハウ上がったから、2件目はこうやって、でこうやって店舗のこととか不動産とかマジ調べたしマジ詳しいし、もう絶対これでいけるんでっていう感じでて、僕は本当にいけんの、そんなの一件しかやってない赤字はいけんのっていじってたら200件だった。最初言ってることは頭おかしいよね、どう見てもね。だから本当、うん、いじってすいませんでしたって感じだし、めっちゃいいって思っても来ない時もあるんで、稲垣さんどうなるんですかね。そうですね、だから今回だからこの2つの対決っていうのは面白さもあるからね。普通に考えてやっぱずっと FC チャンネル出てるんだから、僕のイヤシープが増えるかもしれないし、やっぱ稲垣さんのところがちゃんとしてそうっていう、そっちに流れるかもしれないです。分かんないんです本当。でも本当タイプが全く違うので、トップが同じ業態で戦うってのは面白いじゃないですか。戦うって感じの人でもないんだよね、稲垣さんね。めっちゃいい人なんだよね。でもやっぱ店同士は今都立大かにあって、はい、その近くに今度癒やし一本ができるわけだから、店同士はやっぱりこう戦う。両方行ってくださいって言っちゃいそうな人なんだよね。だから僕の加盟も分けてあげたくなるぐらいいい人でさ、今日もお寿司食べてそう思った。伸びたら嬉しいけど伸びるか分かんないんですよね。ほんとね。フランチャイズチャンネルを見てて印象に残ってることとかなんかあります？なんかここすごい伸びてるなとか。ハートネイルさん。あ、やっぱね。はい、が気になって、業界トップになられてるっていうことで、はいはい、より FC チャンネルさんすごいなと思います、ね。よかった。じゃあのハートネイルさんのねおかげでまた
新しい美容業界の社長連れたんで助かります、ありがとうございます。もうですね、だからもう130になることはもう確定したから夏までには全国一にはなってますね、うん、やっぱ やってたご経験からするとやっぱすごいんですか、それは考えられないんだね、ありがとうございます、なんか考えられないです、なんか褒めてもらっちゃってすいません今度ハートネイルさんと対談動画とかも撮りたいですね、はい、なんかぜひ、なんとなく伝わるでしょ、人柄が口下手な感じがそうですよね、なんかトークが切れるっていう感じじゃないんだけども、うん、でも何も喋らなくてもこの人できそうだなっていうのはこう伝わってくるっていうのはなんだろうね、これね、そうです、やっぱね、あのフランチャイズ版タイガーファンディングってみんなに詰められるんじゃないかって心配だと思うんですけど、それなりの経営者の方が大体出るじゃないですか、ある程度成功されてる方が成功したビジネスモデルを持って出られるんで、みんなこう敬意を持ってやり取りがされることが多いですけど、特になんかまたできる人って感じにね、岩井さんとかからの評価もすごく、そうだね、なんかわかんないですけど、語らなくても表情とかそういうところで安定感があるよね、うんうん、と感じましたけどね。というわけでね、ちょっと口下手なんですけど実績は確かなんで、もしご興味ある方は5月13日土曜日加盟説明会ね、イヤシープもセンズの力も両方やりますんで、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで